グレード X0 ガッシャットンガッチャーンレベルアップ、プロトガシャコンブレイカーダブルブレイカーブラック&ホワイト。こんにちは、アソンジャーです。この前30話を見てプロトゲーマードライバーを作ってみたんですが、31話で復活したゲームのレベル0がガシャコンブレイカーを使っていたので、せっかくなので今回はゲームが使えそうなプロトタイプの黒いガシャコンブレイカーを作ろうと思います。今回もゲーマードライバーの時と同じで食玩のラクラクモデラーのガシャコンブレイカーを塗装しようと思います。まず白い部分ですね、これを黒いスプレーで黒くしようと思います。なのでこれとこれですね、2つのシールを剥がします。剥がしてみたんですけど、ちゃんとモールドがあったんですね。なのでシールを一旦戻して黒い部分を残して他は切り取りました。この状態でスプレーをして乾いてからシールを剥がせば、この黒だったとこが白になりますよね。でこのハンマーの部分ですね、これもシールをしたまま塗装して乾いてから剥がして、ここをシルバーにすればいいかなと思います。であとあのブレードの部分ですね、これちょっと外してこの白いやつですね、これを剥がせばいいですよね。なんとか外れました。でこれをシルバーに塗装しようと思うんですけど、これはなんか若干軟質パーツなんですよね。この前ヘビ使いシルバーをシルバーで塗装したら全然乾かなくて失敗したので、これどうなるかちょっと心配ですね。あとはせっかくなので双胴のガシャコンブレーカーも塗装しようと思います。剣の白い部分のシールをちょっと切り取りました。ちなみにガシャコンブレーカーは L の分がもう1本あるので、1本黒く塗装しても全然問題ないですね。それではいつものキャンドゥのラッカースプレーで塗装します。まずはパーツを段ボールにセットして30秒間スプレーを振ります。そしたら窓を全開にしてマスクを着用してスプレーします。今回は裏も塗るので、まず裏から塗装します。いきますね。ちょっと暗くて見えづらいですけど、この下側塗りますね。今度は上から塗ります。ちなみに自分はあの段ボールで塗装した後は、ここに置いたらなかなか乾きにくいので段ボールの上に乗せて乾かしてます。そしたら次はあのブレードをシルバーで塗装します。まず裏からですね。次は表ですけど、ちょっとなかなか立たないのでこれ塗りにくいです。うわー、乾きました。まず本体ですけど、この黒拭いた時のこのテカリ具合がいいですよね。さすがにちょっとここはちょっと中身はちょっと濡れてませんけど、ここ色が滲んでますね。とりあえずここのシールを剥がします。剥がしました。ここかっこいいですね。白もありですね。とりあえずこの状態にこのブレードをつけていきます。まずこれですけど、元ピンクですけど割と軟質素材っぽかったですけど大丈夫っぽいですね。この光り輝いてます、いいですよね。でちょっとこれつけますね。ちょっとつけるのが難しいかもしれないですけど、おすんなり入りました。ちょっとこれ刺してみますね。おー、これはこれでかっこいいですね。さらに A ボタンと B ボタンも貼ってみました。これはこれで悪くないですけど、どうせだったらこれこのボタンのところシルバーに塗った方がかっこいいかもしれないですね。塗りました。こっちの方がプロト感があって渋くてかっこいいと思います。またの塗装がはみ出てるところですね、これはいつもの100均に売ってる除光液をコットンに染み込ませて拭き取ればいいですよね。角のとこに染み込ませた方がいいですね。
じゃあのはみ出したとこだけ拭き取るつもりが、はみ出してないとこまでちょっと剥がれてしまったので、いつものマッキーの黒で塗ります。あとちょっと濡れてなかったところがですね、ここも塗ります。塗りました。これで大体 OK だと思います。ちなみにこの白いところもあのシルバーで塗るかどうかと迷ったんですけど、まあゾンビになってからも使ってるのでこのままの方がいいかもしれないですね。ちなみにここにあったシールを剥がしてしまうと白とシルバーがちょっと似ているので、逆にちょっとこれが目立たなくなってしまうので剥がさない方が良さそうですね。このプロトガシャコンブレーカーにオリジナルのプロトマイティアクション X を刺すのもいいですよね。あとはこれにデンジャラスゾンビも熱いですね。このゲーマードライバーにデンジャラスゾンビを刺すのもいいですよね。あとは装丁の方ですね。まずマスキングテープとシールの方剥がします。剥がしました。そしたらまあこの辺とかですね、シルバーを塗ります。塗りました。こんな感じになってます。ゲームに持たせてみました。かっこいいです。レベル0は黒いボディにシルバーのラインなので、色が同じパターンなのでめちゃめちゃ相性がいいですね。あとはゾンビゲーマーで通常とプロとで二刀流とかいいですよね。白と黒がたまりません。いやー今回も作ってよかったです。他にも作りたいのがいろいろあるので今後も少しずつ作っていこうと思ってるんですが、もし何かリクエストがあったらコメントで教えてもらえると嬉しいです。もちろんあの在庫がなかったり予備がなかったりとか技術不足でできないこともあると思うんですけど、なるべく作りたいと思ってます。ちなみになんか今日はちょっと喉の調子が悪くてちょっと聞き取りづらいかもしれません。すいません。というわけでプロトガシャコンブレーカーを作ってみたでした。最後まで見てくれてありがとうございます。いろんなおもちゃで遊んだ動画を毎日アップしているのでチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。